小さい時田舎の祖父の家によく遊びに行っていたいつも祖父の畑仕事についてってた祖父の畑のそばには周囲の畑の持ち主共同のトイレがあったのを覚えてる子供の俺はイレギュラーに便意を催していたため畑のそれは非常にありがたかっただがそこを使う時祖父がいつもこう言っていた あの便所には青出がおる下からヌッと出てきてチンチンを引っ張って下に引きずり込もうとするでも下をずっと見ていれば絶対に出てくることはないだから絶対に最後まで便器の中を見とくんやぞ青出とは妖怪の一種みたいなものだろうか こんなことを祖父は何度も何度も真剣な顔で言うものだから小さかった俺はトイレをしている最中一切下から目を離すことはなかった当たり前だ今考えるとずっと下を見ていたところで何の意味があるのだろうてか青出って何だそもそも外でトイレするのがよっぽど嫌だったのかわざわざ怖い思いして怖がらせようと必死な祖父が懐かしい 以上、内容推測〈そもそも青出なんて出ない〈祖父の目的は頭上に現れる恐ろしい何かを見せないために必死だった〉